カグーは、長高ユリプイガフォームズ木カグーカカグー族に分類される鳥類。本種のみでカグーカカグー族を構成する。別名カンムリサギもどき。ニューカレドニア全長55センチメートル。頭部から後方へ、羽毛が伸長する。種小名ジュブタスは、縦紙のあるのい。全身は明灰色で、背は褐色を帯びる。翼には黒、白、褐色の反紋が入る。交際は赤い。 尾行は角質上の覆いで保護されている。くちばしや講子は頑丈で長い。くちばしは下方へ湾曲する。あとは小型で、あとの間には水かきがない。くちばしや講子の色彩は赤い。卵は長径 6.2cm、短径 4.5cm。殻は淡褐色で、暗褐色や灰色の反紋が入る。ひなのわたは,は褐色で、 黄色い反紋が生える。幼鳥は全身が褐色味を帯びる。以前は鶴目に分類されていた。関せずに伸び続け先端が粉末状になる羽毛はあるが、それらが固まって生える部位がないなどの形態から、蛇の目取りに近縁と考えられていた。2008年に分子系統解析の結果から、本種と蛇の目取りのみで、ユリプイガフォームズ目を構成する説が提唱された。 標高線4 0 0メートル以下にある森林に生息する地表性で飛翔することはできない夜行性や半夜行性と考えられているが放乱期を除いて昼間の方が活動するという報告もある名前は生息地での故障で鳴き声に由来する外敵に襲われると缶を逆立たり翼を広げて一角する昆虫、ミミズ 陸生の巻貝プラコスタイラスベベヨなどを食べる。足踏みをして獲物を探し、地中に入れ物は、くちばしで掘り出して食べる。繁殖様式は乱生。繁殖期になると死ゆが向かい合って、缶を逆立てたり翼を広げ、相手の周囲を徘徊するなどして求愛する。繁殖期の夜間や白明治に、オスが鳴いた後に、メスが鳴くことを数回繰り返し10分以上泣き交わす、こともある。 地面のくぼみに早枝を敷いた巣を作り、5から12月に1回に1個の卵を産む。私有交代で放卵、育成を行う。放卵期間は35から40日。ヒナは孵化してから3日ですから離れる。孵化してから3から4ヶ月で独立する。羽毛が装飾品として利用されることもあった。森林伐採や工業開発などによる生息地の破壊や、 人為的に移入された犬猫豚などによる捕食などにより生息数は減少している。特に犬による捕食は脅威とされており、一例として1993年には発信機を取り付けた個体21話のうち17話が犬に殺されている。人為的に移入されたルサジカルサティムレンシスによる植生の変化や感染症による影響も懸念されている。野生個体の生態調査。 飼育下繁殖個体の包丁などの対策が進められている。1975年のワシントン条約発行時からワシントン条約付属書会に掲載されている。1991年における生息数は654羽以上と推定されている。2019年現在、日本の動物園で飼育展示されているのは横浜市の野毛山動物園でのオスにはのみである。 ありがとうございます。